まあ、一番最初は、まあ、僕と まあ、あと3人ぐらいの仲間がいるんですけど、いつもなんか町づくりで、その3人でだから街を歩いてて、夜アスケの街は夜が暗くなったねっていう話をしてて、で僕の子供の頃を思い起こすと、夕方外に出て夕涼みっていう姿もこの最近はなくなっちゃって、もう家の中にこうエアコンの効いた、家あの部屋でこもってるっていう姿がすごくなんか寂しくて、あの夜夏の夜、僕は子どもの頃みたいににぎわいのある、アスケの町にしたいなっていうのがありまして始めました。元自体は八幡宮から氷足っちゅってお皿が出てきて、でそのお皿っちゅうのかな、なんていうんだろう、行灯の元だよね、火をつける。それで何かイベントができんかっちゅうことで、ほんなら明かりをやればいいじゃないかっちゅって、この組み方も悪しき屋敷に竹細工の人がおって、その人たちと相談してこういう形になったっちゅう。18年かな、19年かな、うん、そのぐらい経つんですけどね。一番最初は本当に各 お家といっても数軒の家だとか、あと、まあ、そこの一番最初に賛同してくれた人のうち、本当数軒から始まったんですが、今はこの西町から田町までだいたい400ぐらいの炭鉱炉人が並ぶようになりました。でこうやってイベントやっとって、街角演奏会って言って、毎日どっかでこう音が聞こえる演奏をしとるんだけど、そういう演奏者も協力を、まあ、惜しんで来てくれるもんで、まだまあみんなの協力がなきゃこのイベントはできんと思う。まあ、毎年ね、毎年こういろんな街角演奏会とやって、毎年毎年いろんな演奏する方が来てくれるんですが、それぞれ僕の中ではいろんな人が来てくれて、まあ、それがこう毎年楽しみなんで、思い出といえばみんな思い出ですかね。まあ、毎年夏になると決まってあるお祭りで、思い出というのか、常にかき氷をたくさんの方に食べていただきたいと思って一生懸命美味しいものを作ってます。なんか毎週行くことによって、なんかすごい、なんだろう、なんか愛着じゃないけど、こう また来週も行きたいって思うのがやっぱり続いてたし、なんか最後やっぱ終わっちゃうっていうか、そのマーケットが終わってしまうときはなんかちょっとこう悲しいじゃないですけど、なんかこうそういう気持ちにもなって、すごい思い出がなんかすごいあります。私は夏の楽しみですね。もう多分こう関わってる人はみんなそうだと思うんですけど、夏のこの時期が来たら、タンコロリンみんなでワイワイ集まって作ったりとか、あとはこう演奏会が町の人間でも楽しみだったり、観光客の方に来てもらうっていうことももう大切なんですけど、町の僕らが楽しむっていうことが一番だと思います。まずみんな本当にやっとって楽しんでくれやいいかなと、うん、まあ、これが長く続けばいいんじゃないかなと思っとる。もう夏です、タンコロリンがないと夏じゃないって感じで、夏です。エタンコロを作る、でもなんかアスケのこの自然の中の雰囲気とアイルランドの音楽の感じがやっぱ合うので、アスケの風景とアイルランドの音楽を日本の人だけではなくて海外の人にもたくさん聴いて